はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況チャンネルリュウです。さあ本日なんですけれども、エレキというテーマ皆さん使っていますでしょうか。まあ多分誰も使ってないと思うんですけども、このエレキというテーマをね、まあ、僕はねめちゃくちゃ好きで、これをね今日はねちょっとなんとか、強いデッキにしたいなと思ってまして、ちょぶっちゃけた話、エレキって直接攻撃する効果で、直接攻撃したらうんぬんかんぬんするっていう効果が基本的には全員ついてるんですけど、これ気づい、お気づきかもしれませんが、先行マジやることないんですよ。先行マジでやることないんですよ。で、後手から直接攻撃してライフポイント8000削れるわけでもないんですね。テンパイ流みたいに。だから、はっきり言うんです、けど、エレキって基本的にマジで弱いんですね。テーマとしては。これをなんとか強くしたいというところで、やっぱり、ね、イカズ地族なんですよね、エレキングコブラが。で、イカズ地族つながり言うと、サンダードラゴンが一番やっぱ強いから、イカズ地族テーマであれば、サンダードラゴンと今回組み合わせております。はい。で、サンダードラゴンデッキは、まあ、一応先行結構強くって、まあ、割と超雷竜立てて、制圧したり、雷神竜立てたりとか、あと普通にリンク値を、B ステッドと一緒に伸ばしてね、なんかマスカレーナーとか出して、エリトルナイト狙っていったりとかも、まあ、一応できるんですよね。で、このムーブを、まあ、していくにあたりまして、エレキと組み合わせる意味があるのかと、まあ、思ったんですよね。で、強引に、この、エレキとサンダードラゴンを、まあ、組み合わせて強くできる、まあ、シナジーを見つけてきたんですけど、これ、エレキ感謝というカードご存知でしょうか。これ自分のフィールド上のイカズ地族モンスターの種類の数まで、デッキからエレキ感謝以外の、まあ、エレキカードを手札に加えるっていう効果ありまして、で、2番は墓地効果で、墓地から除外するとエレキを出せるよっていう、手札から。っていう効果があるんですけど、このエレキ感謝が2番の展開効果もまあまあ、まあ、送られたに発動できないけど、まあまあ強いですし、1番のこのエレキカードをイカズ地族モンスターの種類の数までサーチしてこれるっていう効果、これがまあまあ強いと。で、エレキでサーチしてきて、なんか強いカードって何があんのかなって、まあ全部一応見たんですけど、唯一と言ってもいい、カウンターマナ、エレキャンセル。これがね、ちょっとだけ強かったです。これどういうカード持ってるか、効果持ってるかというと、相手がモンスターを召喚と故障する際に手札からエレキを捨てると、それを無効にしてそのモンスターを破壊できますよっていう効果がありまして。要は、これ、エレキ感謝の効果で、イカズ地族モンスター2体並んでる状態で撃って、エレキ2枚サーチできたら、エレキャンセルとコストがサーチできるんですよね。まあ、3体とか並んでれば3枚サーチできるんですけど。そうすると、まあ、3枚サーチのが一番強いんですけどね。エレキングコブラで次のターンの初動と、エレキ肌マグロ、コストと、エレキャンセルを持ってこれるから。だからまあまあ強いんですよ。だからこの動きをですね、通していきたくて、で、イカツ族がいっぱい並ぶギミックを今回は採用していて、それがサンダードラゴンってことですね。はい。サンダードラゴンとあと B セットですね。サンダードラゴン B セットデッキに、このエレキギミックを強引に搭載して、なんとかしてエレキを救済していくというデッキです。はい。まあ、エレキャンセルと、エレキ感謝のギミックは、まだ強いんで、ちょっとこれをね、見ていただければと思うんで、はい。早速、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。うわー、闇誘ばっかり来たこういうことあんだよね。ちょっと一回封印の合意室、いやーちょっと待ってくださいね。封印の合意室をいきなり発動してしまうのはちょっと、うららとかケアできてなさすぎてわろたって感じなんで、これいきなりこういけばいいんじゃないですか。こういって、うらら打たれ、うらら打たれない、成功した人掛け成功、人掛け成功きた、おー来た、危ない。闇の誘惑はね、闇属性が、同時 OK、 闇の誘惑は闇属性がいないと、自分の手札前半で進む、される可能性がちょっとありましてですね、これよくわからないカードいっぱいセットしてから発動しないといけないっていうね、パターンはありますよね。はい。まあ、これ今回かなりいい感じで成功したので、これはなかなかいいですよ。ちょっと待ってくださいね。雷獣だから、これ雷電でいいか、雷電でいいか、雷電流特集で、封印の合意室発動して雷電を除外しまして、雷電か雷源か、ちょっとごめん、滑舌悪くて分かんなかった、ごめんね。で、雷電効果で、雷
蝶を持ってきて、でこれ鳥で特殊召喚からの蝶雷竜はできる、雷鳥効果、鳥の効果によって除外ゾーンからサンダードラゴン特殊召喚、これはまあ正直どっちでもいいな。で一旦雷源を一体で融合して超雷竜に変える。で雷源竜効果発動して雷源竜持ってくる、雷源竜召喚、エレキ監視発動わけわかめカード、イカズチ族モンスターの種類の数までデッキからエレキカードをサーチすることができる、3枚サーチ、うお最強さあ最強最強コンボを見せつけて、まあ、マスカレーナでいいか、マスカレーナ、はい、よし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 、今のところいい感じだぞ。でビーステッドマグナムートの効果発動する。これは結構なんでもいいな、雷鳥竜とかでいいか、はい、これ除外して、で雷ビーステッドマグナムートを、特殊召喚して効果発動して、エンドフェイズサーチ入れるの確定して、これ闇の誘惑ちょっと今打つとやばいので、これでエンドかな、まあまあ強いんじゃないか。これはバルドレサーチしてエンドだな。これはちょっとサンダードラゴンって固定ルートないからね、まあ、そこがちょっと難しいところではあるね。はい、まあ、ただ次のターンにエレキ展開はできる可能性が非常に高いのであとなんだっけ、エレキャンセルっていう最強、あーやるね、やるやん、超大竜毎回毎回さ無限包容されんだけどマジでうざいわ。超大竜の縛りはめっちゃ強いんだけどさ、相手だけデッキ6上だからサラマングレイとか、サンラマングレイトオブファイヤー効果発動、バルドレイク出しといてリンクモンスター出てきたら処理できる状態にしといた方がいいんじゃないかな。これあー G かー、じゃあリンクした方がいいか。マスカレーナ効果発動します。G のドローをなんとか少なくしたいので少なくしたいので、マグナムート君を素材にしてリトルナイトから、サラマングレイトは多分リンク召喚するためにはモンスターが基本的には盤面にいないといけないので、まあ、これでワンチャン止まってくれる可能性は結構あるんだけど、これ除外だから多分ね、これ持ってきても多分ガゼルは出せねえんだよ。あとそれがいいのか、うざ。リトルナイト効果発動、サラマングレイトオブファイヤー、ちょっとこれ破棄、ちょっとドローされたくねえ、ミーヤ、はい、いやこれリンク召喚なんとかできれば多分まあリトルナイトの一緒に飛ぶ効果と、あとエレキャンセルがあるからワンチャン多分なんとかなると思うけどね。 G 通ってるけど、バラドレイクもいるし、でサラマングレットサークル、はい、でサークル効果サーチ入れる。いやこれ飛んどくか、じゃあとにかくサラマングレイトなんてモンスターはこういない方がいいの、盤面に飛んでおきましょう、一緒に飛ぼうぜ一緒に飛びましょうよ、ひょい、よし。でサークルで何持ってきてもこれ出せないんじゃねえか疑惑あるでしょ。これ大丈夫だよね、これガゼルはこのタイミングでは出てこれない。あー強引にガゼル出してこようとするね、君もえらい強引にガゼル出してこようとするね。サラマングレイとか墓地を食らったからガゼ出てくるってこと？うわ、うざすぎ、うざすんげ。いや、でもリンコンスターはエレキャンセルでキャンセルできるぞ、エレキャンセル活躍するぞこれマジで今もう多分これ2時間くらい撮影してるけど、エレキャンセル活躍するのこれ初めてかもしれません。ウィーズル送る感じですかね。で、スピニーが持ってきてランク3でもすんのかな、まあ、エクシーズだろうとリンクだろうとね、エレキャンセルの前には無力ってことを貴様に思い知らせてやるよ。ああ、さあどうする、リンク召喚するか、お、あ、ランク3か、あ、なるほど、ミラージュスタリオ黙れエレキャンセル発動、相手が召喚特殊召喚する際にその、召喚特殊召喚を無効にして破壊することができる、うおっつーかっこエレキコストいります、よし。でリトーナ帰ってきて OK で、ミーア帰ってきた OK、 よし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 、いいぞ、ディメンションアトラクター今いらねえな、
今いらないな、あまりにも。エレキ感謝、これ何でしたっけ。手札からエレキモンスターを可能な限り特殊化する、そんな効果あるんですね。そんな効果あるんですね、このカード知りませんでした。あ、そんな効果ありましたっけ。まあ、とりあえず闇の誘惑一発打ちまして、まあ、これディメンションアタクターいるの。おお、強い。めちゃくちゃ強い。で、雷電流サンダードラゴンを除外して、雷電流サンダードラゴンの効果でサンダードラゴンカードをサーチできる。まあ、これで、サンダードラゴンフュージョン持ってきて、毎回毎回さ、俺、闇の誘惑で除外してるカード、犯罪的に強いんだけど、これ、あれかな、日頃の行いがやっぱ素晴らしいってことなんかな。ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうことにしよっか。で、雷獣竜、サンダードラゴンとかも全部戻しちゃっていいか。まあ、どっちでもいいな、これ。戻して、うわ、融合召喚、あらあらろ、雷神竜、サンダードラゴン。よし。で、もうエレキンコブラ召喚したら勝てるか。エレキンコブラ召喚、バトルフェーズいきます。なんもないもんね、墓地リソースね。とりあえずだからこれ普通に殴るわ。はい。で、モンスターなくなりました。はい。で、エレキンコブラダイレクトアタック、エレキンコブラがダイレクトアタックに成功した場合の効果を発動。デッキからエレキハダマグロを入荷し、エレキハダマグロの効果を発動。店先に並ぶぜ。あ、そっか、これあれか、ダメージセルも使えるのか。こいつで破壊すればよかったな、ミーヤを。まあいいや。エレキハダマグロでダイレクトアタック、そして効果を発動。エレキハダマグロの効果によって、まあ、さらにシンクロ召喚を行う。キュイーてかマスターデュエルも超雷竜2枚になんねえから早く。エレキ雪でダイレクトアタック、効果発動。さらにエレキハダマグロと、フィールド上のエレキ雪をデッキに戻し、うわっ、シンクロ召喚、エレキリム、キュイー、エレキリムでダイレクトダッキー。うわー、エレキ最強。で、さらに雷獣竜も除外できて、さらに雷獣竜の効果も発動して、つえとどめだ、いけ雷神竜ダイレクトアタック。うわー、エレキサンドラ最強。もうこのデッキもう勝ち試合1試合でいいだろ。もうこれ、このデッキ疲れたわ使うの。エレキ全然活躍しねえんだもん。うわー、先行欲しかった。これ普通に強そう、ハンド的には。センチュリオンプリメラ、何プリメラちゃん出てきちゃったか。まあ言うてそこのデッキはあれなんだよな、あの盤面はそんなにやばいことにはなんねえから、まあいいか。3000のアークシーラと、あと、まあ、あとあれだね、あの除外されるカード除外 してくるんだけど、まあ、それがめんどいな。破壊耐性は結構サンダードラゴンだけど除外には弱いんだよね、融合体は。はい。なんであいつら除外された時の効果持ってるんだろうな、サンダードラゴンの癖しやがってよ。サンダードラゴンって大体除外された時の効果持ってんだけどよ、なんか融合の方のさ、サンダードラゴン何にも効果持ってるんだよな、除外された時の。ガーゴイルツバイ来たー、かっこいい。レベル4、あ、マジレベル4に下げんのこれ、8進行ってこと。どういうこと、そんなことある。スプリガンズメニーメーカー、ええ、ギガンテックチャンピオンサルガス、えどういうこと。ちょっと待って、あれなんかさっき センチュリオン回しませんでした。なんか急にスプリガンズデッキになってません。タリホースプリガンズはさすがにも最強ですね、これは。タリホースプリガンズは、なんか素材を供給、素材取り除いて発動すると、なんか、サーチした後になんかスプリガンズ展開できるっていう効果もありますので、スプリガンズめっちゃ並ぶみたいな話がありまして、なんかめちゃくちゃスプリガンズ並んだな。あれおかしいな。なんかセンチリオンって聞いてたんだけど、俺。相手のデッキ。え？マジわかん。マジわからん。どういうこと？センチュリオンからラドン出てきたけど、ガチでわからん。何起きこれ？何が起きたんですか？アウロラドン効果、はい。え、こっからシンクロしてくるってこと？それセンチュリオンでやることなのか、果たして。それを果たしてセンチュリオンでやることなのかっていう話はあるよ。はい。なるほどね。あ、アクセルシンクロンね。なるほど、なるほど、なるほど。アクセルン効果、で、オライオン効果と。で、オライオンが出てきて、アクセルの効果で、
ジェットシンクロンが、墓地送られて、でさらに、アクセルシンクロンがレベル6になる。なるほど。でレベル6とレベル3のシンクロ召喚でパワー2ブレイバー出てくる。なるほど。さあパワー2ブレイバーの効果、妖刀竹光、神刀竹光、俺竹光。なんかクソデッキの匂いすんな。なんかまあちょっと感じてはいたけど、これクソデッキの匂いすんな。これ神刀竹光の効果で妖刀竹光を装備し直す。はい。であれですか、これ竹光ちゃんの竹光の効果によってあれですかね。あ、ジェットシンクロン、なるほど。視界のエンブレムは捨てる、で特殊化する。なるほどなるほど、わからん。で4シンクロか、あ累級ね。なるほどなるほど。なんだこれ、超雷流でも展開するのか。ジェットシンクロンとルイキューピットといえば超雷流、あのなんだっけ、あいつサーチして超雷流だもんな。ネメシスコリド、9、10、11、12、12シンクロ、レガーティア、あセンチュリオン戻ってきた。謎のセンチュリオン、ここのタイミングで謎のセンチュリオン来た。そんな回りくどい方法を、謎のタイミングでのレガーティア来た。さあ妖刀竹光とルイキューピットとレガーティアの効果が全部発動していく。なるほど。コガネロの竹光がサーチされ、そして妖刀竹光の効果によってコガネロの竹光がサーチされ、そしてレガーティアの効果でワンドローが入り、ルイキューピットの効果で1200番。なるほど。なるほど、わからん。なんだ一体このデッキは。やばい、ドローが入るぞ。コガネロの竹光めっちゃ連打されるぞこれ。え、これもしかしてレガーティアをワンドロー要因として使ってる、もしかしたけど。もうそんなわけないか、そんなわけはないか。なんかうーわ、やば、やってることやば。うーわうーわ。やばい、マジでこれ、マジでレガーティア、これ絶対ドロー要因じゃんこれ。え、やばすぎでしょこれ、ドローしすぎじゃない？やばい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 と、もうやめて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 ください、もうやめてください。魔法石のサイクスとか使うのやめてください。ちょっとなんで、あとなんでこのカード UR なのって話あるよね。魔法石のサイクス、俺も 3枚生成した時、これなんで UR なんだと思いながら生成したから。ちょ、やばいってそれは。おーい、なんだこれ、なんだこのデッキ、なんやねんこのデッキ。1個言っていいか、それセンチュリオン使ってやることなんか。